はい、ということで皆様お元気でいらっしゃいますか、幽霊会員、マミューでございますが、最近 Facebook でもね、今もあマミューさんってどこ行ったんだろうという方がね、もう忘れられてる。あなたはもう忘れたかしら。マミューですけどもね、今日は、某所で、大阪の某所でね、ちょっと昨日から松山千春さんを弾き語る会ということでね、これはね、こうやってね、カメラで村のこうやって喋ってね、歌うっていうのは俺とっても寂しいんだ。そんな中でね、今日はね、オベーションスーパーダムスを持ちながらね、そのカメラに向かってね、問いかけてるんだ。早く歌えっていう話だけどね、これはね、昨日ね、千春さんが2024年の秋のツアーがね、もう本当、びっくりしましたけどね、中止になってしまいましてね、もう今年はまたね、いろんなとこに秋には楽しみにしてた人がいっぱいいるんですけどね、でもそれはね、ちょっとやっぱりね、神様、武田さんがね、もう千春さんの体をね、もうこれ以上酷使してはね、いけないということでね、もう本当に、体を休んでいただいて、万全にまた復活してもらうために我々は代わりに歌うということでね、あ、ここで歌え！で、まだね、そこをね、歌わないところでね、食べながらね、本当に千春さんね、もうね、今自覚症状がないということで、それ自覚症状があった時には遅いですから、心臓は。で、私もね、同じような糖尿を患ってるとね、自覚症状がね、ないので、もう痛くなった時にはもうね、もうやばいですからね、本人昨日、俺なんともないんだけどな、でもなっていう、その先生からもね、お達しがあったということで、まあ、本当に千春さんの回復を願って、千春さんの歌で今日はちょっとね、皆さん祈りましょうということで、全てはこの曲から始まりました。私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、ない。あら、今もうあれね、またこれ昨日も言ってたんです、歌に入り込むとね、歌詞が飛ぶんですよね。ということでもう一回やりますね。
Thank you.
疲れた。Thank you.
では君が突き刺しますね。してたんで、今日はね、なんか予想以上に声が出ますね。まちゃんどうですか、調子？山並みよりやっぱこっちのスタジオの方が音がいいです。ああ、そうですか。環境が。今日はね、よかったよかった。あんまり僕はレパートリーないんですけど、昨日と一緒です。君って何だろう、僕って誰だろう、いきます。日差しも高い今年。
夕暮れ
涙こらえて帰ろう。風が心を支える。巡り合う人は全ていい人たちだと思う。
命の限り、まあ、いつもあのね、チャラさんは生きるということを常に我々ね、ファンのみんなに言ってますね。今生きてますね、この人生は。そんなチャラさんへのリスペクトを込めて、一心明日という日が
Thank you.
それは愛じゃない。
足に抱き南風に乗せまして、あなたに届けたい。今もあなたが好き、忘れられない窓辺に咲いたサルビアは何も してませんけど、練習ですからね。
になったということで、千春さんに向けて元気づける意味でライブをやっています。これ行こうか。おろおろ久しぶりですね。なんかちょっと失敗でおろおろしてますけどね。でもこれも今日限りということでね、やっていきたいと思います。
人それぞれの生き方があり、たとえ小さな幸せなのと守り抜きたい生活があり、それがどんなに貧しかろうと、どこまでも時には腰を下ろし、こんなにも歩いたと、みんなで肩を寄せて、これからもまた歩いてゆくよ、たとえ小さな幸せだろうと。青空のもと日は降り注ぎ、遥か山々気高く終わり、流れる川に咲き誇る花、緑の大地駆け抜ける風、苦しさや悔しさは雨に流されてゆき、喜びや楽しさは雲のように流れる。優しさといたわりと、人としてのぬくもり、迷惑はかけないで、邪魔にはならないよ。その日まで、みんな一緒に歩いてゆくよ、いつか終わりが来るその日まで、人それぞれの生き方があり、たとえ小さな幸せだろうと。どうも。どうも2回目でしたね。この間イタリアに行ってきたんですけどね、イタリアにもドームありましたね。ドームというのはね、大聖堂、教会ですね。教会のことを、ドームと言います。ドーム、ドームですね、はい。次は、私たちはまだ生きているということで、2013年11月発売、2015年9月に、千春さんがね、NHK ののど自慢で弾き語りをされてました。
んな感じでいきたいと思います。になったということで、千春さんの回復を祈る、弾き語りイベント一部が、一応これで一旦、終わろうとしておりますので、じゃあ一曲、この一曲に全てをどうもっていうような曲じゃなくてさらっと、まあ、でも千春さんあれですよね、あんだけ、ね、体壊されててもタバコはねやめられないでしょうね。本当タバコはやめてもらいたいんですけども、まあお酒飲まない分タバコをね吸われることは千春さんの唯一のね、なんかもう趣向というか、武田さんにね3つのそのお酒、女性、タバコどれか1つやめろって言われて、女性はねほっといても来るからしょうがないべっていうことで、まあ酒をやめられてタバコはもうずっと吸い続けてるんですけども、でも今たらればですけど、今もし武田さんが生きてたらね、絶対にもうチアルがタバコやめろって言ったら、はい、わかりましたって言ってやめてるんでしょうけどね、まあ、そんな風にチアルさんに進言できる人がいないということで、それでね、誰がそれを言ったらタバコをやめてくれるかなと思って、いろいろね、昨日ね私も他の妄想をしながら考えてたんですよ。そしたらやっぱり娘さんの月菜ちゃんがもうお父さんタバコやめて、本当に、武田さんはいないけど、武田さんは今、お父さんのね、ずっと応援してるファンの人がみんな武田さんなんだから、
タバコはやめてちょって言った時に、あ、そうだ、武田さんはいないけどみんなが、武田さんだと思って改心してほしいので、みんなでねラジオの、応募しましょうかね当初ね。でそう言ってメッセージを送ったらどんな反応があるかなと。そのタバコの煙の中に私の青春すべてが見え隠れしているの、あなたと出会ったあの日がまるで昨日のことのように燃える。お願い、そのタバコはまだ消さずに欲しい。そのタバコが消えたらどんな顔してさよなら告げるつもり、覚悟はしている。ほらもう涙が頬をあふれ、素直な女になれない、たとえお願い、そのタバコはまだ消さずに欲しい。お願い、そのタバコはまだ消さずに欲しい。タバコやめてね。